シエルちゃん、ハイカラメイドさん焼き出来上がったからお願いね。大丈夫ですよ。どうしたんですか？調子が悪いと言いますか、気持ちの問題と言いますか。あんまり気にしなくて大丈夫ですよ。すぐいつも通りのシエルちゃんに戻ると思いますので。お疲れ様でした。お疲れ様です。あら、アサキくん、いきなりため息？もしかして今日のシエルちゃんのことが気になるのかしら。なるほど、コロンちゃんはその理由が分かってるみたいね。女の子同士の内緒話もあると思うし、あまり気にしない方がいいかもよ。そうそう、気にしすぎ。いくらいい子たちだって毎日元気なわけじゃないからね。何か悩む日だってそりゃあるわよ。アサキくんらしい優しさね。でも私もちょっと心配してたから、何かしてあげたいって思うなら協力するわよ。私にお願い？っていうと大体想像がつくけど、どんなことかしら。それじゃあシエルちゃんとアサキくんのために一肌脱ぎますか。何言ってるの、このくらいお安いご用よ。カルメラの仲間のためだしね。シエルちゃん、
完全に気を抜いてたでしょう。今日の小テスト。だっていきなりやるんだもん。先生ずるいよ。小テストだから抜き打ちなんだよ。シエルちゃん、英語何点だった？ What？ 点数は50点満点で20点くらいだったかな。半分切っちゃってるね。そういうコロンちゃんは何点だったの？私は47点だったよ。オーマイガー。国語の小テストは30点だから半分以上いったから。そっちはセーフかな。お兄ちゃん、だって英語は普段使ってないから突然テストに出てもわからないですよ。ですね、授業の理解度を測るためにやるものですから。でもでも定期テストでちゃんといい点を取れば大丈夫ですよね。ダメですかね。朝木先輩には夏休みの宿題でもお世話になったけど、また教えてもらうのはどう？でも。シフトのない日だったらいつでも大丈夫です。それじゃあシフトを確認して改めてお兄ちゃんに相談します。その呼び方はお客様に変な誤解を与えるかもしれないしね。大丈夫じゃないですよ。朝木先輩も店長なんですから、注意するときはしっかりしてください。兄ちゃんの部屋に来るの久しぶりです。すぐ隣なのになかなか来られませんね。ということは時間が空いた時に来てもいいですか？わかりました。それじゃあいきなり来るのはやめておきます。はい。お兄ちゃん、どうしたんですか？なんだか怖い顔してますけど。します。
小テストが来てもバッチリですよ。あ、そうだ、お兄ちゃんの枕お借りしてもいいですか？残念です。お兄ちゃんの枕を使ったらいい夢が見られそうな気がしたので。お兄ちゃんの部屋はいつも片付いていて居心地がいいです。パムちゃんの別荘があったら連れてこられるのに。終わる時間よりも早いので心配無用です。それでは